こんばんは。しげるです。今日は10月7日水曜日、雨ですね。雨ですよ。今日も言いますよ。今日もね、言いますよ。いや、ここどこかって、まあ、それはね、こう見たらわかると思うんですけど、海ですよ。これは海じゃないか、川か。海の近くにいます。ちょっとね、左の方にちょっと画面向けてみようかな。こういうなんかね、洒落たところがあるわけですよ。みんなにね、大丈夫って、大丈夫だよって言いたいだけでここまで来たんです。ただ大丈夫が言いたいだけで、僕の勝手な気持ちでね。いや、しかしおしゃれだな、TY ハーバーのレストランですよ。あんなところでね、ご飯を食べたいですよ。本当に。いやー、おしゃれだな。なんかね、ドラマに出てきそうな場所ですけどもね。いやー、しかしね、皆さんね、大丈夫ですからね。本当に大丈夫ですよ。大丈夫。ちょっと固定しようか。大丈夫。大丈夫ですよ。大丈夫。いや、本当に大丈夫だから。本当に大丈夫だよ。いや、ちょっと頑張ってここへ食べに行こうよ、みんなで。ご飯ごちそうするから。本当に本当大丈夫、大丈夫、なんとかなる。全部払う、俺が。もう行こう。うん、行きたい。本当に大丈夫、大丈夫、心配しなくて大丈夫。うん、大丈夫、大丈夫。本当に大丈夫だからね。うん、大丈夫ですよ。明日も雨なのかな。うん、まあ、僕はね、外でする仕事なんでね、雨はあんまり好きじゃないんですけど、でも仕事関係なかったら雨は好きですね。恵みの雨だよね。あとね、いいなって思うのはね、すごいよく寝れる。なんかわかんないけどね、すごい寝れるんだよね。最高。
本当に、うん、大丈夫だよ、大丈夫大丈夫、本当に大丈夫だから、うん、今日もぐっすり寝て、いっぱい寝て、早く寝ていっぱい寝て、睡眠時間は本当に大事だと思う、うん、よし、ちょっと変な人扱いされてる感じもするしね、ちょっとそろそろ終わりますから、いや本当に大丈夫だから、うん、ちょっとね元気出して、元気あるか、うん、じゃあ大丈夫、じゃあ大丈夫ね、よし、うん、ウォーキング大丈夫しちゃうかな、ね、大丈夫ですよ、大丈夫大丈夫、うん、大丈夫だよ、今日はね、こんなところで終わりますよ、では、さようなら、また明日、しげるでした。